騒運は、講義では中国及び日本、朝鮮などの周辺諸国で用いられた水運一般の意味であるが、競技では中国王朝のもとで観が、自然河川、人口運河、海上交通を利用して、米、マグサ、キヌ、族などといった物資を輸送する行為を指す。騒音は、目的の面から大きく3つに分けることができる。ただし、 上記のいずれも時代によってその経路は変更されることとなる。首都への租税、生活物資の騒運に関して言えば、はじめは三東方面から黄河を遡上して、黄河流域の首都に搬入する構造であった。しかしこれは後に、黄南方面から高賀流域の首都への経路に変化し、さらに首都が北京に固定化されると、黄南方面から北京への経路に変化した。 同様に辺境への軍事物資輸送も周辺国家の攻防に伴って重点地域が移り経路が変更された。総運は単なる物資輸送の一形態というにとどまらず中国歴代王朝にとって極めて重要な政策的課題であった。広大な国土とそこに展開される膨大な艦及び軍の需要を満たすだけの物資の円滑かつ定例な 輸送という目的を達成するため、騒運をめぐって多くの論点が生じた。下記はその例である。中国では、戦国時代にはすでに人工の運河が掘作され、旗による統一後には強度に備えて兵糧などを北方に輸送する仕組みが導入されていた。前漢は旗に引き続いて肥沃な冠中を拠点としていたが、巨大化した。 官僚機構とこれを支える首都長安の人口の増大によってその食料を関中で自給することは不可能となり、黄賀下流の河南、山東から甲が伊水を経由して米や泡の輸送を行った。武帝の時代には最大600万国が輸送されたとされ、その後も寒水による輸送の併用や周辺地域の開発で輸送量の削減を図ったものの、 不足分を補うために300から400万国の輸送が行われた。五官が長安ではなく、河南中央部の落葉を首都に定めた理由の一つには、騒運のコストの削減という字に際しての長安での食料調達に対する不安があったと言われている。五官では黄河のみならず川、ワイガなども利用されて、年間90万国の輸送が行われたという。三国時代には、 食の将が、全民の諸葛亮が、食料輸送に悩まされたことから、総運の瓶が良い冠水を下って、慶州を攻める策を立てた者の反対にあい、ついに北伐を果たせずに没したこと。また後が、首都立業を中心に、運河網を整備したこと。さらに、義がワイガを経由して、首都落陽とクレトの最前線である樹春を結ぶ広、古げ橋を構築したことが記録されている。 その後も南北朝時代にかけて河川や運河を用いた水上輸送の記録が残されているが国土の分立という状況下において騒運は低調であった。大運河南北朝時代に江南の開発が進み隋によって中国の再統一が実現された頃にはその経済力は郊外流域に匹敵するかあるいはそれ以上になっていた。 これを有効に活用するために江南と河北を結ぶ運河として構築されたのがいわゆる大運河である。これによって隋は、港河経由で三島の泡を大運河経由で江南の米を首都洛陽に騒音する経路を確保するとともに、民運によって洛陽に食料を搬入して、官民の食料を賄うことで政権の安定化を図ろうとした。なお大運河は、 建設のため、羊台が多くの民衆に労役をし、さらに完成後はこれを、事故の強落や大規模な随の高繰遠征のための、兵員、物資輸送に用いて、最終的には、失敗に終わったことから、隋を滅亡させた、諸反乱の一員として、暴君、羊台の象徴というイメージで見られることが多い。しかし大運河の構築自体は、羊台の父である初代、 文帝の時代に始まっている。また、大運河建設や高クリエン制を非難して、新政権を樹立した党が、結局は大運河の最大の受益者であったことにも、留意する必要がある。長安への輸送等は首都長安に定めたために、長安法を取らざるを得なくなった。すなわち従来通り洛陽に集められた物資を、洛陽から陸上輸送を用いた、 関運によって、長安に輸送する経路である。しかし長安に対する安定した食料供給には至らず、当の歴代皇帝はたびたび落葉に行行して、宮廷の維持に努めなくてはならなかった。こうした状況に危機感を抱いた元宗は、総運を担当する専門官として、天運詩などを設け、はい明るきょう、意見、背景らを任命した。 はい、明る今日は734年に、民軍を落葉より、手前の川陰までに短縮し、川陰落葉間では輸送費の一部を徴収して、関運を行うことで、総運の効率化を図った。意見は、長安を流れる伊水と、並行する古橋を整備した。また、背景は、黄河の総運制度の改革を行った。これらの諸政策の結果、当の総運事業は、 年間400万国の輸送実績を上げるまでに至ったが、安氏の乱によってこの体制は早々に崩壊してしまうことになった。乱によって大運河は荒廃し、天運ぶ方を支えていた沿岸の船や蔵も破壊されてしまった。このため、一時は関水から神霊山脈越えで長安に物資を運ぶという手段も取られたが、物資搬入は安定せずに時には、 長安の街中を飢饉が襲うようになった。大宋の時に、劉安が天文氏に任じられて、総運制度の再建に尽くし、揚州長安間の総運制度の整備を進めた、ことでようやく、長安の食糧事情は、安定した。劉安は、塩の専売制の改革者として、なお知られているが、塩専売の改革ももとは、総運制度の再建及び運営のための、 財源年出のために考案されたものであり、実際に塩栓培の収入はその目的で用いられている。だが、東末期によると各地の藩賃が自立して各地の河川や運河を自己の支配下に置くようになった。これらの勢力は、長安への食料や租税の輸送を妨害するばかりか、それらを接収して中央に反抗するための財源とする場合もあった。そのため、 東王朝は藩鎮を発運使に任じて、総運の責任者の地位を与えた者の,の効果は低く、総運を失った王朝は次第に弱体化して滅亡への道を歩むこととなった。弁慶五代の王朝及び北総河川と大運河の接点に近い弁慶に首都を置いた理由はこの教訓に学んで、食料、租税の搬入の瓶に優れた地点を求めたことにあった。 北曹に入ると、テム天ン氏は中央省庁の一つである、テム天ン氏に格上げされるとともに、首都への物資搬入に加えて、北の領土の国境、西の聖火との国境に近い最前線への物資搬入の役目を担うようになった。騒運の実施と安全確保は、当時の北曹の軍隊の重要な役割の一つと、され、さらに船の渋滞を避けるために水運と並行して、河川や、 運河の要所から弁慶に陸路輸送する綱と呼ばれる綱運の一種が行われた。軍隊はそのために動員された妊婦たちも指揮し、時期によっては直接投入された。弁慶には規定により国発は年間400万国、新周期には600万国の輸送が行われることになっていたが、最盛期には800万国まで輸送が行われた。だが、冬になると、 弁慶の水位が下がって騒運が困難となること、役人の不正などによって騒運の円滑が妨げられることがあった。このため、商人に空船を利用した塩などの輸送などの副業を認めて騒運への参加を募り、1102年には再慶がこれを進めて商人船舶を利用した直達法の導入を行った。だが、新法。 旧法の争いに巻き込まれる形で改革は失敗に終わっている。成功の変によって中国は再び金と南宋に分断された。南宋では新法が否定的に扱われた中で直達法への移行は例外的に推進された。だが国土の分断によって総運は再び衰退することとなった。大都と海運長らく、 河北を支配する政権と江南を支配する政権が分立した中国であったが、やがて河北を支配する金はモンゴル帝国に滅ぼされた。その後、江南を支配する南宋もモンゴル帝国の皇帝直轄政権として成立したもとに滅ぼされ、ここに中国はモンゴル帝国皇帝の元再統一された。元はモンゴル本国と河北の間を橋渡しする位置にある。 大都を首都に定めた。大都は、長安や弁慶よりも北方、しかも甲賀よりも北側にあったために、一から総運網の整備を図らざるを得なかった。江南からの河川利用や、海運の導入なども行われたが、一旦は大運河の再建に方針を定め、1292年までには、海通り側、通り恵川側などが開かれた。この時大運河は、全長で、 1> 約1 7 0 0トルにも達している。だが、新しい運河の水量不足から、1290年には、元に服属した海賊の手記をし、町の案による海運に切り替えられ、1303年には海運が政府直轄事業となった。これによって、年200から350万国の輸送が可能となったのである。海禁政策元岡北から、 モンゴル高原に押し戻したアキラは、当初高難の南京を首都としていた。このため首都に向けた大規模な輸送は必要ではなくなり、騒運は北平や両島に向けてのものが中心であった。これらの地域は、モンゴル高原によって、民と対峙するモンゴル帝国との交争を指揮するための拠点である。その後、エイラカドによって北平が首都とされ、北京と解消されると、 タ度北京への騒音が重大な課題となった。だが、当時こうの襲撃が深刻化しており、さらに海岸への器具や、妙長の持つ保守的な傾向も相まって海運反対論が広がった。そこで元が完成させたものの、その後帰り見られなくなった大運河の再整備を進め、大運河の水位を安定させるための治水工事も行った。そして、 一連の工事の成功と解禁政策強化に伴って1415年には海運は渤海艦航路などの一部を除いて全面禁止されたのである。1451年には総運の最高責任者としてワイアンフに総運総督が設置され、囲碁運管、運軍制度も整備されることとなった。民の総運には主運、直し運、改め、 直しの三つの方式があった。死運は、農民が租税などを搬入する倉庫を、水運の用地に設置し、運軍が用地を経由した、天運ぶ法で送運する制度。直し運は、農民が租税などに、神戸をつけて、直接運軍営書所付属の倉庫に搬入し、運軍が、直達法で送運する制度。改め直しは、 運軍が直接地方に出向いて農民から租税及び、公米などを徴収した後に直達法で騒運する制度である。15世紀前期には主運から直し運に、同行期にはさらに改め直しへと移行していった。しかしこれらの制度は、公米の算定基準の曖昧さから不正の温床になった。運管、運軍の管理官における増収愛も問題であった。また、 動員されながらわずかな月か手しか与えられなかった運兵たちは輸送している米などの横領、持ち場からの逃亡などの問題を引き起こした。売却目的で指摘に持ち込まれた積み荷が船の沈没の原因となることさえあった。海運の復活性に入ると、運軍による直接徴収の禁止などの改革が行われたが、秋夜から続く諸問題の多くは、 構造的な問題となっており、さらに一連の不当利得が利権化してしまったために、その改革も困難となっていった。ところが、1845年に、黄河の大氾濫が発生して、大運河が土砂の流入によって利用が困難となると、これを口実として運河から海運への切り替えを唱える動きが現れた。すでに解禁政策を放棄していた清志は1848年に、 海運を一部で導入した。当初は、既得権益を守ろうとする勢力への配慮から、和外難と限定されていたが、太平天国の乱の発生や、その鎮圧による財政難に由来した大運河の修復の遅延から、なし崩し的に範囲は拡大されていくことになった。さらに1872年には、アメリカ系の帰船会社の買取置きに帰船,船による海運が本格化した。 奇跡の導入は従来の騒音手法を時代遅れとしていき、大運が修復の機運を失わせた。騒音の終焉そして鉄道建設によって大量の物資輸送が可能になると運が抱え運化を問わず騒音そのものが過去のものとなっていった。1900年に大野古北京間の鉄道による輸送が開始されると、翌1901年には間による騒音は、 全面的に廃止され、民間に全面委託されることとなった。そして、侵害革命までに中国各地で鉄道網が整備される過程で、湖南と北京間の輸送も鉄道が主流となり、中国国内の水運そのものが衰退することとなった。ありがとうございます。